やっと会えた。クーノ。お兄ちゃん。クーちゃん。あの木、あそこでクーちゃんと会ったんだよね。不思議だったんだ。あんな高いところから落ちたのに大きな怪我もなくて、まるで木が俺たちを受け止めてくれたみたいで。声が聞こえたの。助けてって。だからクー、この子にお願いしたの。そっか。じゃあこの子とクーちゃんは命の恩人だね。改めて言うよ。ありがとう、クーちゃん。クーのお兄ちゃんに、アシカビさんになってください。